まあ、目的地の今日の目的地というか、まあ、気になるスポットがあるので来たんですけど、その手前に友よ安らかにという、まあ、慰霊碑があります。これはなんか昭和の戦時中に、これ岡山県出身の兵が、まあ、満州国に、行って、175名が5月に満州国に行ったということで、終戦の8月、1945年の8月15日、戦争終わりましたってなったんですけど、まあ多分、ね、ソ連とかが侵略とかしてきたんで、その大混乱の中で、まあ、戦争終わったけど、戦い続けた。で、生存確認できたのは、本当にもうごくわずかの59名だ。はい。まあ、気になる方はね、ここをちょっと覗いて、見てください。で、今日は西山に来ました。まあ、この近くは霊園があったりとか、展望台あったり、まあ、そういうエリアなんですけど、どんな感じなんですかね。あれが展望台かな、違うかな。ここが展望台のような感じではなさそうですね。結構不法投棄が多い場所なのかなっていう。トライアルの買い物かご、ディオ。写真を撮りながら行こうかなと思います。これも立派な情報提供になりますね。応答禁止。
ここですね、僕がすごい気になってた言ってたエリアなんですけど、納骨堂、これはまあ参道ですよね。笠井山パゴダという、建物だそうです。 Google マップでね、そういう名前を書いていたの で実際これ何なんだと思うんですけど、まあ、よく見るのが、納骨堂的な感じの建物かなと思うんですけど、なんでこんな山に、こんな場所にあるのかなとちょっと疑問に思うんですけど、このパゴダの参道というか、このずっと下降りてみたんですけど、特にあの道はなく、まあ、なんかどうやって、まあ、普通だったらどうやって行くんかなみたいな感じなんですけど、よいしょ、ほとんど多分人が来てないかもしれないですね、この感じだと。拝みまして、ここにあの線があるってことは、おそらくなんかちょっと登山道的な感じで使われてたのかもしれないです。
ちょっとこのまま下っていったら普通にあのなんか寺院とか、なんか民家みたいなのがあるんでちょっと引き返します。でなんか結構気になるものがいっぱいあるんですけど、あの上にこれか穴があったりするんですけど、古墳なのか、まああの仏様を祀るような感じのあのものなのかなって思います。で、あのところどころでこういうあのくぼみがあったりとか、まあ、なんかちょっとねなんか昔あったんかなっていうようなものがあります。これですね、要は、まあ、仏様を拝む場所かなと思います。ちょっと戻ります。多分このまま下っても普通にあの違うところに出てしまうんで。でこの角度、目の前の角度、ちょうどなんか展望台かな、見えるんで、ちょっと進んでいこうかなと思います。ミランダ、そうだですね。笠井山展望台です。結構ね、ここから夜になると綺麗な夜景が見えるということで、みんなここ夜行くみたいです。ちょっとあそこを登って今日終わりにしようかなと思います。結構ね、サバイバルゲームのスポットということで、BB 弾がね落ちてたりします。よし、
よし。綺麗に岡山の街が見えます。納骨堂がね、あったとこはちょうどこの辺りです。この辺タバコの吸い殻スポットになってます。大丈夫かな。こちらです、笠井山の展望台にから、まあ、展望台に入る手前にある、まあ、徒歩で入る手前にある、まあ、脇道になんかこういう薬師なんていうんですかね、薬師っていうのがあります。で結構古くからあるような、ね、感じで神奈川城とか、なんかそういう時代から、まあ、お湯がとか、なんかいろいろあるみたいなんで、興味ある方、これも合わせて行ってみてください。なんかちょっと面白そうな感じです。だいぶ下を下っていくとあるので、もしかすると、先ほどの初回のというか、納骨堂をずっとまっすぐ行って、突き抜けたら多分この院に打ち当たるのかなと。まあ、リクエストがあればまたこっちも行ってみようかなと思うんで。